ラムシュハラディナイ、ラムシュハラディナイ、アルバニア語、セルビアクロアチア語、1968年7月3日体は、コソボのゲリラ組織、コソボ解放軍の軍事的指導者であり、コソボの政治家。2004年12月から2005年3月まで、国際連合コソボ暫定行政ミッション統治下の、コソボの首相を務めた。コソボ未来連合の党首である。 ユーゴスラビア連邦人民共和国、セルビア社会主義共和国、コソボメトヒア自治州のデチャニの近くの村グロジャン、グロジャネ、グレラグジャン、グレデイン出身。ハラディナイは、他のコソボ解放軍の指揮官らと共に、コソボ紛争中での犯罪行為によって、デンハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、イクティから訴追された。年月日、国際法は、 起訴された罪すべてに関して、訴えを知りけた。ハラディナイは、ジャコバ、ジャコビツァ、にて高校を卒業した。コソボ紛争が始まってからは、ハラディナイは、プリシュティナ大学の法学部に入った。ハラディナイはまた、コソボアメリカン大学の修士号を持っている。なお、本校において、地名呼称がセルビア語とアルバニア語で異なる場合、アルバニア語呼称。 セルビア語故障のように表記している。ハラディナイは出身地であるグロジャン、グロジャネの村で両親や兄弟姉妹と共に過ごした。高校を卒業した後、ユーゴスラビア人民軍に含むした。1989年のコソボのアルバニア人によるデモの後、地元のアルバニア人に対する抑圧が強まると、ハラディナイはスイスへ移り、8年間を建設作業員。 警備員として過ごした。スイスでは、ハラディナイはまた、コソボ民族運動という分離主義組織に加わった。この組織が、後のコソボ解放軍となる。1996年から1997年にかけて、ハラディナイは、アルバニアの国境近くの村、クケス、モリナ、モリナ、トロポヤなどで、コソボ解放軍の訓練基地の設立に関わった。 1997年、ハラディナイ率いるコソボ解放軍の一団が、ユーゴスラビアセルビア領のコソボメトヒア自治州との国境を不法に越境しようとしているところを、セルビアの警備隊に発見された。両者の間で銃撃戦となり、ハラディナイの弟ルアン、ルンが死亡した。ハラディナイが最終的にコソボに戻ったのは1998年2月で、 コソボ紛争が激化している最中であった。1998年2月28日から3月5日にかけて、ユーゴスラビア連邦、セルビアの軍が、コソボ解放軍が支配する、ムラリコシャン、リコシャネ、ライコシャン、ライコセイン、チレズ、チレズ、クワイレス、シレス、プレカズ、プレカゼ、プレコス、プレコスを攻撃した。イクティによる、ファトミルリマイ、ファミールリマジ、 ハラディンバラ、ハラジンバラ、イサクムスリウ、イーサックムースリへの基礎上では以下のように述べている。ヤシャリ一家はハラディナイ一家と同様にコスボにおけるセルビアの影響力排除を求めて抵抗するアルバニア人の重要な一族でありセルビア側からの脅迫にさらされ続けていた。この攻撃によって危機感を抱いたハラディナイは自分の家族にも 同様の危険が及ぶのを事前に避けるようにした。3月24日、ユーゴスラビア連邦軍がグロジャン、グロジャネを包囲し、作戦行動を始めた。ハラディナイ一族は、地の利を活かし、ラムシュの指導の下、攻撃を回避することに成功した。この件によって、ハラディナイは、コソボ西部における、コソボ解放軍の指導者へと昇進していった。1998年5月、 ラムシュ・ハラディナイは、グロジャン、グロジャネとその周辺の村々の指導者となり、1998年6月には、ドゥカ人地区の指導者となった。コソボ西部はアルバニアに隣接しているため、アルバニアから武器などを運び込む重要な回廊であった。ハラディナイが指導する地域は、最も衝突が激しい地域となった。1998年9月、39人の遺体が、 ハラディナイの故郷であるグロジャン、グロジャネの村で見つかった。その中には明らかに虐待を受けたと見られる痕跡が見られた。被害者には地元に住むアルバニア人とセルビア人の双方が含まれていた。この事件はハラディナイと彼の率いる一団に対する戦争犯罪行為として関心を集めた。1999年の北大西洋条約機構などによる コソボ戦領とコソボ解放軍の解体の後、コソボ解放軍はコソボ防護隊へと改組された。この新しい組織で司令官アギムチェクの下、ハラディナイは副司令官となった。コソボ解放軍は非軍事組織のコソボ防衛隊へと改組された。ハラディナイは2000年4月11日にコソボ防護隊を退役し、政治への参加を表明した。ハラディナイは かつてのコソボの共産主義の指導者、マフムトバカリの指示を受けて2000年4月29日にコソボ未来連合を設立し、その党首に選ばれた。この決定はかつてコソボ解放軍に属していた中でもより好戦的な人々の失望を受けた。彼らはハラディナイがハシムサチの率いるコソボ民主党に加わることを期待していた。ハシムサチは コソボ解放軍の政治的指導者であり、2000年からはコソボ民主党の党首となっていた。コソボ民主党はコソボ解放軍に反対したイブラヒムル・ゴバ率いるコソボ民主連盟の最大のライバルである。ハラディナイはコソボのアルバニア人たちの多くから英雄視されている。しかしながら、それでも2004年の選挙を含む、 各選挙において、ハラディナイの党は大きな成功を収めることができなか。2004年10月の選挙以降、ハラディナイの党は当時のコソボ大統領であったイブラヒムル・ゴバ率いるコソボ民主連盟の政党連合に加わることになった。それによってハラディナイはコソボの首相に選ばれた。コソボ議会においてハラディナイは新しい首相候補となり、120議席中72、 議席の賛成により首相に選出された。ハラディナインのルゴバとの同盟関係は戦争中及び終戦直後の激しい対立を癒すものとみられた。一方、コソボ民主党からは激しい敵意を向けられることになった。ハラディナインはイブラヒムルゴバやその他のコソボ民主連盟の人物らとの協力関係を進めた。ハラディナインはたった100日首相を務めた後、 デンハーグにある旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、イクティによって、戦争犯罪の疑いで起訴された。起訴状によると、ハラディナイは、コスボ解放軍の司令官として、1998年3月から9月に、かけての人道に対する罪や戦時国際法への違反の責任があるとした。その目的は、地域の支配権を獲得するために、セルビア人、ロマ、及び反対する。 アルバニア人の市民を攻撃対象としたというものであった。2008年4月3日、ハラディナ内はすべての権利について無罪となった。アメリカ合衆国の上院議員、ジョセフ・バイデンはハラディナ内の基礎について以下のように述べている。ハラディナ内は自身の声明の中で自身を法廷に委ね、紛争中及び紛争後の自身の行動に関してあらゆる人物による調査を受け入れ。 自身の行動がすべて合法かつ正当なものであることを赤ことを望んでいるとした。ハーグでのハラディナ内に対する裁判は2007年3月5日に始まった。ハラディナ内の弁護団を率いるのは有力な国際人権弁護士のベイン・エマーソン、ベイン・エマーソン QC であった。エマーソンは顧問にロドニー・ディクソン、ロドニー・ディクソンを置いた。弁護団全体は アイルランドの政治コンサルタントで金融家のマイケル・オライリー、マイケル・オライリーによって結成れた。イクティによる基礎状は2005年3月に発行され、ハラディナイはその直後に首相の地位を辞することを決めた。その後ハラディナイは自発的にデンハーグへ向かい、保釈が認められるまでの2ヶ月間をデンハーグで過ごした。ハラディナイはその時、 暴力や市民暴動を止めるための言動で、国際危機グループや、ジョセフ・バイデン、あとのイギリス防衛大臣ロビン・クックを、はじめ多くから称賛を受けた。当時の国際連合コソボ暫定行政ミッション、アンミックの主犯、セーレニ・イエッセンイコール・ペーテルセンは、ハラディナイを友人と表現し、躍動的な指導力、強い責任感と、思考を持った人物であると評した。 2006年3月、イクティの上祖部は、ハラディナイの仮釈放の延長と、ハラディナイの公の場での政治活動をする権利を認めた。しかし、その活動には、アンミックによる許可が必要であった。2007年2月26日、ハラディナイは、デンハーグに戻り、裁判が進められた。それまでに、ハラディナイは、コスボの大統領ファトミル・セディウ、首相のアギムチェク、 アンミック主犯のヨア・キムリュッカーや多数の外交官だと会合を持った。会見では、ハラディナイは市民に対して落ち着くよう呼びかけ、自身が完全に無罪となることを確信していると表明した。イクティの主席検事であるカルラ・デル・ポンテは、国際社会の各方面からのハラディナイへの指示に動じることなく、ハラディナイを強く求断した。デル・ポンテは、 フランクフルター・アルゲマイネ・タイトゥングに対して、ハラディナイの仮釈放の決定によれば、ハラディナイはコスボの安定要因だということになっている。私は決してそうは思わない。私にとって、ハラディナイは戦争犯罪者である。と述べた。デルポンでは同じインタビューの中で、ハラディナイの法廷で証言する意志のある証人を見つけることは、 検察はもちろん法廷にとっても困難であるとした。ベルポンでは、コソボの難しさは、国際連合の指導者も、NATO も、誰も我々を助けようとしないことだ。と述べた。英国放送協会、BBC のリポートによると、セルビア人の間にもハラディナイへの一定の指示が、見られるとしている。ミトロビツァ、コソブスカミトロビツァの北部に住む一人のセルビア人、以下のように述べている。 2007年7月20日、法廷の夏季休暇の期間中でのラムシュ・ハラディナイの仮釈放の申し出は却下された。ハラディナイはクリスマス休暇の仮釈放は認められた。法廷は2008年4月3日、ハラディナイの無罪を言い渡した。ハラディナイの弁護士であるバライ、バラハとブラヒマイ、ブラマジは不必要であるとして一人も弁護側の承認を取ることはなった。 検察側は予定していた三人の証人を法廷に連れてくることができなかった。その中の一人、ナセル・リカ、ネイザー・リーカは証言を求められていた時、精神病院に入っていた。別の証人シェフ・チェト・カバシ、シェフ・ケイ・カバシは、検察側が自身が証言できる環境を作り上げることができていないとして、証言を拒否した。判事は、 証人らの多くが脅迫を受けていると感じていることを指摘した。検察側の証人として呼ばれていたロマのクイティムベリシャ、クイティムバーイーザは、モンテネグロのポドゴリザにて2007年2月18日、自動車との事故により死亡した。モンテネグロのセルビア人が自身の自動車を運転していて、ベリシャとその他二人に衝突した。モンテネグロの日韓首 BST、 事故当時に運転手は酒に酔っており、かなりのスピードを出していたことを警察が確認したと伝えている。セルビアのメディアは、ハラディナイに対して、法廷で証言する予定であった証人の多くが死亡したと伝えた。イクティの在セルビア代表部ネルマイエラチッチ、ナーマイエラチッチは、証人らが殺害されているとする権利は事実ではないと述べた。 スロボダオミロシェーヴィッチに対する裁判でイクティの、検事であったゲオフリー・ニース、ジョーフリー・ニースは、コスボの日刊誌、コハ・ディトレのコラムに寄稿し、少なくとも3人の経験豊富な検察官が、ラムシュ・ハラディナイの有罪を証明するのは困難だとして、デル・ポンテに対して、ハラディナイの起訴に反対するアドバイスをしたとした。2008年4月25日、 ハラディナイの裁判に関する法廷侮辱の疑いで、イクティは公式に、アストリト・ハラチア、アストリット・ハー・エイ・キジャとハラディナイのコモン・バイル・シュ、モリナ、バイラシモーレナに対する起訴をした。起訴状によると、アストリト・ハラチアは、当時のコソボの文化青年スポーツ大臣と、ラムシュ・ハラディナイ防護委員会の支援を受け、当時プリシュティナの日刊紙、ボタソとボタソットの編集者で、 イクティの保護を受けていた証人、PW の住んでいる国まで、証人が証言しないよう脅迫するために出向く旅費を、バイルシボリナにしたとしている。セルビア大統領のボリス・タリッチは、カルラデル・ポンテの公認として、イクティの主任検事となるセルゲ・ブランメルツに対して、ハラディナイに対する裁判では、証人が証言しないよう脅されたり、殺されたりしていると訴えた。年月日、 セルゲ・ブランメルツ率いるイクティの検察は5月3日の期限切れの前に公式にハラディナイへの判決に対する異議を申し立てた。検察はまた無罪となっているハラディナイの協力者、イドリズ・バライ、イドレス・バラハ及びラヒバ・フリマイ、ラヒバ・アマジの判決に対する異議申し立てもした。後者には懲役6年が言い渡されている。ハラディナイはイクティで2008年に続き、 2012年にも訴追されたが、いずれも無罪判決を受けた。だがセルビアは各国に逮捕要請を続けており、2015年6月にはスロベニア警察に2日間拘束された。2017年1月にはフランス警察に逮捕され、コソボ外務省が早期解放を求めた。イーサ・ムスタファ内閣の不信任を受けて2017年6月に実施された。 総選挙では、中道右派連合が勝利し、ハラディナイが新首相に推されると目された。9月7日、ハシムサチ大統領は、ハラディナイを首相に指名した。9月9日就任。ハラディナイの追い立ちと紛争中の人生について、ハラディナイとバルズハムザイ、バードハムザッチの対談が本となって、戦争と平和の物語と題され、 プリシティナのゼリー・ビブリアテ・カップ・ブリシス・タイクによって2000年に出版された。2冊目の本、将軍の平和、終戦は2007年に出版され、終戦後のことについて、主に国際社会によるコソボへの介入、コソボ解放軍の非軍事組織への改装、政治組織の指導者となることに焦点を当てている。ラムシュハラギナイは、コソボラジオテレビジョンのニュースレポーター、 アニタ・ハラディナイと結婚し、一男一女を設けている。アニタ・ハラディナイは、コソボで、最もよく見られ、格式があると見られている、ニュース番組のアナウンサーである。ラムシュ・ハラディナイは五人の兄弟がいた。うち二人、ルアン、ルンとシュケルゼン。シュケルゼンは、コソボ解放軍の指揮官として、セルビア治安部隊との戦いの最中に死亡している。ダウハラディナイ、ドウハリディナチは、 コソボ紛争中の1999年に行われたアルバニア人に対する不法な殺害の罪でコソボで懲役5年を言い渡されている。エンベル、エンベアは2005年4月にコソボで銃撃されて死亡している。最も若い弟のフラシェル、フラシャーは政府機関で働いていた。ラムシュ・ハラディナイのおじ、ラヒ・ブラヒマイ、ロヘ・ブラマジはハラディナイと共に リクテによって、戦争犯罪の嫌疑で訴追され、虐待の罪で有罪となり、同じ法廷で、懲役刑が言い渡されている。ラムシュ・ハラディナイの父母と最も若い弟は、2007年の、自転で故郷のグロジャン、グロジャネに居住している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。